食のなチャンネル土曜日です。園芸男子のハッシーです。そして今日は陽春園バルコジョキの野里さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、はい、今日何しましょう。今日は陽春園の中にある小さなお店ですね、はい、バルコジョキの中をちょっとご紹介させていただきたいと思います。気になってました。ここはい、ちょっと楽しみで、もう早速行きましょう。はい、どうぞどうぞ。じゃあ先入っていいですか。はい、はい、もう見えましたね。はい、うわー、いいですね、いいですね。緑だらけなんですけど、はい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 、はい、まさかここはね、はい、ちょっとあのテーマを、はい、コケ、いろんな植物の中でも、まあ、観葉植物もそうなんですけど、コケに焦点を当てて、でお店を作ったんですよ。いやちょっとロマンスよ。コケ好きな人いるでしょ、はい、絶対見てる方、ね、まあ、もともと日本ってね、こう例えばお寺とか神社とかでコケが生えてたりとか、はい、まあ、日本庭園と言われるのでも木の足元にコケが生えてたりとか、はい、割と馴染みの深いものだとは思うんですけど、最近注目されてるのはそのコケっていう植物の性質を生かしてガラスのケースとかの中でコケ育ててお部屋の中で楽しむっていうのがもう本当最近になってからね、ちょっと注目されてるジャンルなんですよね。これね、はい、作品ですよね、はい、これ。そう、あのね、ガラスのこう密閉された空間の中で LED で光を与えてあげて、で湿度を保ってあげる、そういう風にするとコケってちゃんとお部屋の中で飾って生きていくことができるんですよ、はい、でその性質を生かして、まあ、コケだけじゃなくて、例えば中にこう石を置いたりとか、はい、フィギュアを置いたりとか、他の植物を植えたりとか、そういう風にしてこう作品を作って楽しむっていうのが、まあ、今ちょっとおすすめしてるというかね。これとか見ていただきたいんですけど、これですか、はい、いや、ちょっとね、中にこう滝を表現したりとか、すごい、そう、あとね、こうやってあの中にね、本当はちっちゃい石やねんけど、石を組み合わせてこう道みたいなのを作って、で中にフィギュア入れてあげると、もうこれが大きな風景に見えますよね。うわー、すごいね。だからもう世界ですよね、一つの世界、ちっちゃい世界をガラスの器の中に作るっていう、うん、ちょっとこれもまた田舎の風景みたいな感じですよね。切り取ってね、よくあの撮り鉄のですよね、写真とかあるけど、これってか、こんなミニチュアの電車あるんや、ね、よく組み合わせましたね、これ、ね、これでちょっとね、電車本当に田舎を走ってる風景、山の中を走ってる風景みたいな、うん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 、ありますよね。いや、これもいいな、はい、これですよ、ね、こんなでかい器に、はい、山小屋じゃないな、なんて言ったらいいんですか、まあ、ちょっとなんかポツンと一軒家みたいな感じでね。そうですね、いい言い方にすると、あの古いお家みたいなのを、はい、多分フィギュアで見つけて、はい、でじゃあそれの周りにっていうことで、あのそれぞれの植物っていうのはそんなでかいもんじゃないんですね、うん、そうですね、ちっちゃいもんなんですけど、その小さなお家と合わせてあげることで、もうそれが大木になったり、あとね、これは本当に、はい、なんかちょっとこう巨大な木が倒れたみたいな風景になってるじゃないですか。ほんまですね、はい、まあ、あれはあのその辺陽春園で、はい、その辺で枯れてた木なんですって。その辺で枯れてた木の枝とかを集めて、はい、こうもうさも巨木が倒れたみたいな、めちゃくちゃ作品じゃないですか。そうなんですよ、こういう縦長の瓶、え、何これ、はい、これまたなんか、そう、これね、え、何これ、まあ、中のフィギュアよく見てもらうと分かるんですけど、ちょっと赤いでしょ、熱烈な赤ずきんか、物語になってる、物語になってるんですよ。だから端っこから、はい、あのお母さんに言われておばあちゃんの家に出かけました、うんうんうん、道の途中で怖い狼になりました、はい、でその次におばあちゃんのところへ行ったら、はい、あれ、おばあちゃんがなんかちょっと変だわみたいな、うんうんうん、でまああとは皆さんね、赤ずきんの総理がどういうふうに終わったかっていうのは分かると思うんですけど、はい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 、まあめでたしめでたしっていう感じで、うわなるほど、はい、童謡というかそういう物語をこう一個一個こう、まあ、4コマ漫画じゃないけど、はい、そういう見せ方並べて連続して見てもらうことでストーリーができるっていう感じ。いや僕ね、もう本当にコケテラリウム好きで、はい、ずっと SNS で見てるんですけど、はい、自分で作ってみたいんですけど何からしていいか分かんなくて、まあね、うん、なかなか細かいところを教えてくれる情報というのはないですよ ね、まあ、ないからこそあの僕はこういうお店を作ったんですけど、じゃあここで、はい、ここで一応こういう作品を作るための材料というのは全部揃うんですよ。コケも、
苔も、はい、もちろん苔はねこうやっていろんな種類をこんな風に売ってあるんですね、はい、苔ねやっぱり、はい、日本ってもともと苔がよく育つところですから、はい、苔を収穫して園芸にっていうような町おこしをしているようなところもあるぐらいです、はい、なんでそういうところから取り寄せた苔っていうのをいろんな種類売ってます。でそれから、はい、あと こっちですか。そうこんな感じで、はい、苔が育てられるガラスの器で、あとねライト、温度が上がりにくい LED、はい、でしかも LED で特殊なこういう植物が育つライトというのがあるので、まあ、こういうものを販売してたりだとか、はいはいはい、あとこんな感じでちょっとこれめちゃくちゃ羨ましいと思ってたんですよ、はい、こう分かります、動画とかで見ててこうシュンシュンって入れていく、こんなピンセットどこで売ってんねんと思ってましたからね。あのね、もともとこれは、はい、医療機器とかだったりするんですって。そうなんだ。そうなんです、細かい作業ができたりとか奥に届くようにっていうことで、はい、そういう医療とかあと熱帯魚とかね、はいはいはい、そういう世界で使われてた道具を、まあ、改良して改良してで、まあ、今テラリウム用にとかって言って売られたりするんですけど、そうか、はい、まあね、細長い瓶の中にこう世界作るわけですから、うん、なるべく細かい作業ができた方がいいんで、うん、まあ、こういうピン特殊なピンセットとかも売ってますし、はい、あとその苔ってある程度の湿度を保ってくれるような、うん、そういうものがないと苔が育ってくれないので、まあ、そういう苔を育てるための素材だとか、スウェーデンから来た、はい、ただのなんか硬いお布団みたいに見えねんけど、はい、ちょっと硬いですね。そう、弾力はないですね、はい、うん、これも特殊な素材 で、はい、でここに入れておくと、はい、でここにお水をあげておくとここで育つ、だから土を使わずに園芸ができるっていうので室内園芸向きなんですよね。なるほどね、はい、まあ、そういうちょっと特殊な素材とかも用意して、うん、でテラリウム作りに挑戦してもらえるお店っていうのを作りました。じゃあ僕ちょっとこれからここで道具一式集めて、はい、誰でもいい、自分で作品作れる、挑戦できる、はい、もちろんね、お店来ていただいたら作り方ご説明もさせていただくんですけど、はい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 、インターネットで申し込みできるんですけど、お店でそういうワークショップもやってます。そうなんですね、はい、なので申し込んでいただくと小さいですけど作品を一つ作って持って帰ってもらえるっていうコースもあるので、じゃあ今ご覧いただいている方はぜひ老春園に来ていただいて、ここでお待ちしております。みんなチャレンジしましょう、一緒に作りましょう。